これは明治時代中期の初代横浜市役所を写した写真になります。右端の建物が初代横浜市役所で、その前の通りが現在の本町通りということになります。こちらの絵はですね、横浜の港が開いた頃の町会所があった場所と、それからその周辺の横浜の市街地を描いた絵になります。こちらに展示してある菩薩はですね、江戸時代の戸籍になります。町会所で作られたもので、当時横浜に住んでいた人がどんな人がいたのかということが具体的に書かれたものになります。非常に珍しいものです。これは明治44年に建てられた2代目市役所を写したものです。現在の7代目市役所が建っている場所と同じところに建っていました。大正12年、横浜は関東大震災に襲われ、市街地は大きな被害を受けます。2代目市役所にもこの時火が入り全焼してしまいます。これは現在新しい市役所が建っている場所の江戸時代の様子を描いた浮世絵になります。江戸時代の終わりにこの場所には週刊弁天社という神社があって、外国人を含めていろいろな人たちが訪れる観光地でした。これは8代目の市役所が立っている場所のですね、江戸時代の姿を描いた絵地図になります。矢印のついているところに週刊弁天社という神社があったところになります。これは明治6年の横浜の市街地を描いた絵図になります。週刊弁天社という神社があったところはすでに市街地に変貌しつつある、そういう様子がわかる絵地図になります。大正12年に2代目市役所が関東大震災で焼失した後、3代目から6代目までは市役所がいろんな場所を転々とします。最終的に昭和34年にですね、現在の市役所が建っている場所に7代目市役所が完成します。